どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、四国ブロックの香川、愛媛、高知の2020年度、問い41から問い50までの過去問について解説していきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。引き続き第3章のところになりますね。問い41番、眼科予約及びその成分に関する次の記述について正しいもの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となりますね。はい、A なんですけど、コンタクトレンズ装着液は結膜脳に対して適用するものであるため、そのすべてが医薬品としてというところで、製造されてますよというところなんですけど、これ違いますね。何かというと、すべてがというわけではありません。医薬部外品になっているものもあります。なので、定められた成分などを含むような場合にはですね、医薬部外品というような、ことになってますので、なので、まあ、医薬品だけじゃなくて、医薬部外品とかもあるんだなというところを押さえておいていただきたいと思います。はい、ということで A は誤り、それから B についてなんですけど、アレルギー用点眼薬についてはですね、このあたりは、抗ヒスタミン成分とか、抗アレルギー成分入ってますよ、正解となります。それから C に関しては、放散、これもいいですね。そして D について、ビタミン B12 は、結膜や、それから角膜の乾燥を防ぐことを目的として用いますよ。乾燥を防ぐのかというところでは、ビタミン B12、目の調節機能を、助けるような役目があります。なので、乾燥に使っていくのはこちらです。コンドロイチンとかポリビニルアルコールとか、あとはヒドロキシプロピルメチルセルロース、やたら長いですね。ヒドロキシ、プロピルメチルセルロースっていうものがあるんですけど、セルロースってなんかこれ細胞壁、そう植物の、細胞壁のね、構成成分で、乾燥を防ぐとかっていうので、なんか理科の時間とかでやったことあるじゃないですか。そう。なので、ね、植物でも乾燥を防ぐから、私たちのね、目のとこでも乾燥を防ぐのに使ってるんだなみたいな感じで繋げといていただくといいのかなと思います。はい。ということで、こちらですね。D は誤りとなりまして、3番が正解でした。では次行きましょう。問い42番です。眼科用薬の使用時の注意に関する次の記述について、正しいものを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。1番、白内障を診断された人が、アドレナリン作動成分を、含む点眼薬を使用すると、眼圧の低下を招きというところであるんですけど、これ違います。白内障ではなく、緑内障ですね。緑内障と診断された人がアドレナリン作動成分を含む点眼薬を使用すると、眼圧の低下じゃなくて上昇を招いちゃいますので、ここのところ2箇所が、誤りとなりますね。はい。ということで、1番は誤り、そして2番は正解、そして3番、点眼後はですね、薬液を早く乾燥させるため、数秒間、眼瞼を開いたままにしますよ。痛いですよね。なので、これですね、早く乾燥というよりも、こう、ちゃんと染み渡らせるためにですね、眼瞼を開いた、要は、目を開いたままじゃなくて、目を閉じてですね、目を閉じて、眼瞼を閉じて、こう、染み渡らせるようにすることがベストですので、なので、3番はですね、誤りとなります。はい、それから4番、眼科用薬に配合されるサルファ剤は、細菌及び真菌の感染じゃないですね、あとは、まあ、ウイルスの感染も効果ないですよね。そう。サルファ剤は細菌のみです。サルファ剤は細菌のみですね。真菌にはですね、効果はございませんので、気をつけておいてください。はい。なので、4番は誤り。ということで、こちら問い42番は、2番が正解でした。では次行きましょう。問い43番です。皮膚に用いる薬に関する次の記述の整合について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。はい。A は正解、B なんですけど、チョーク剤を、患部やその周辺に、汗が付着した、状態で、するとですね、有効成分の浸透性が向上というよりもですね、こうなんか邪魔されちゃうので低下しちゃいますから、なのでしっかりとですね、こうね、清潔にしていく必要がありますので、これ向上じゃなくて低下していきますので、B は誤り。はい、それからですね、C は正解、それから D なんですけど、液剤は、
軟膏に比べて有効成分の浸透性が、低いことから、ジュクジュクと湿潤している患部に適してますよとあるんですけど、これ浸透性が高いです。そしてジュクジュクと湿潤しているところにはですね、不向きとなりますので、こちら D は誤りとなります。はい、ということで答えは5番が正解でした。では次行きましょう。問い44番です。皮膚に用いる薬に関する次の記述の整合について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解、じゃないですね。違いません。×ですね。ごめんなさいね。皮膚に温感を刺激を与えてと。うん、そうですね。温感刺激。で、血管を拡張させてとかね、患部の血行を促す効果を期待して、ノニル酸、ワニレルアミド。うん、これいいですよね。それからカンフル。これ違いますね。カンフルは、ここに書いてありますね。カンフルは冷感刺激成分なんですよ。そう、スースーするんですよ。なので、ここ温感がどれか冷感がどれなのかというところをしっかりと見極めできるように、しといていただきたいと思いますので、こちら A は誤りとなります。はい、それから B なんですけど、非ステロイド性抗炎症成分は、コルチゾンに換算して 1g 中ですねということで書いてあるんですけど、これコルチゾンというのは、これ非じゃなくてステロイド性抗炎症成分の、ところになってきますから、なので、こちらコルチゾンに換算してというふうに言ってるのは、このコルチゾン、これはですね、私たちの体から出ているステロイドホルモンの、ところになってきますから、このステロイド性抗炎症成分というのは、そのステロイドホルモンに、似せて合成して作られたものになりますので、これ非ステロイド性抗炎症成分ではなく、ステロイド性になりますので、B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解となりますので、こちらは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い45番です。皮膚に用いる薬に関する次の記述について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A、デキサメタゾンを含有する医薬品は炎症を抑える効果があることから、可能している患部に使用することができますよとあるんですけど、可能している患部のところには不適当となりますので、適しておりませんので、A は誤りとなります。はい、そして B は正解、それから C、アトピー性皮膚炎は、一般用医薬品の使用によって対処できる範囲の疾患であり、抗ヒスタミン成分を含有する一般用医薬品を使用すると良いですよとあるんですけど、こちら、誤りとなります。ですね。何かというとですね、対処できる疾患でありというところでは、アトピー性皮膚炎で、アトピー性皮膚炎ってこう、症状がいろんなものがありますので、一般用医薬品で対処というよりもですね、医療用医薬品でしっかりとドクターに見てもらって、その、状態に合わせてですね、薬剤の、強さ、弱さとかね、いろいろ変えていく必要がありますので、なので、こちらですね、C は誤りとなります。はい、そして D は正解なので、こちらは答えは3番が正解となりました。では、次行きましょう。いいでしょうか。はい、では次、問い46番です。皮膚に用いる薬に配合される成分について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、A と B なんですけど、ここは違うんですよね。A と B、クロラムフェニコール、それからミコナゾールなんですけど、クロラムフェニコールはこれ抗心筋成分ではなく抗菌成分になります。そうなんですよ。抗菌薬ですからね。抗菌成分になって、そしてミコナゾールに関しては、これは抗菌成分ではなく、抗心筋成分になりますので、なので、これ、後半のところをこれ逆にしていただければ正解になりますので、もう一度いくと、クロラムフェニコールは抗菌成分、ミコナゾールは抗心筋成分となりますので、気をつけておいてあげてください。はい。ということで、答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い47番です。はや、口内に用いる薬に関する次の記述の整合について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、A と B は正解、それから B なんですけど、歯肉口では、細菌の繁殖を抑えることを目的としてカルバゾクロムが配合されている場合がありますよとあるんですけど、細菌の繁殖を抑えるのは殺菌消毒成分である、こちらクロルヘキシジンとかが該当してきます。で、今回このカルバゾクロムに関しては、止血
ですね。止血をしていく成分となりますので、なので、こちら、細菌の繁殖を抑える効果はございませんので、気をつけておきましょう。はい。ということで、こちらですね。C は誤りとなりまして、そして D は正解なので、2番が正解となりました。では次行きましょう。問い48番です。歯や口内に用いる、薬に関する次の記述について、誤ってるものを一つ選びなさいということで、はい、こちら誤ってるのは1番となります。ですね、口腔咽頭薬や、眼瘡薬を使用する場合には、感覚を、置かずに使用する、ダメですね。ちゃんと置いてあげてくださいね。こう、効果が重複するものもあったりしますので、なので、そんなところですね、感覚を、しっかりと置いていただきたいと思います。ますので1番は誤りとなります。はい、そして2番3番4番は正解となりますので、誤っている記述は1番となりました。はい、では次行きましょう。問い49番です。禁煙補助剤に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A なんですけど、咀嚼剤は噛むことによって口腔内でニコチンが放出されて、そして消化管で吸収されることによって効果を発現しますよとあるんですけど、これニコチンをですね、これ口腔粘膜で吸収することを、目的としていきますから、消化管の方で吸収ではなく、口腔粘膜となりますので、ここ、間違わないようにしておきましょうね。はい。ということで、A は誤り、そして B と C と D は正解なので、5番が正解という形になりました。はい。では、最後のところですね。問い50番です。需要競争保険薬に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさいということで、はい。こちら答えは3番が正解となります。A なんですけど、医薬部外品の保険薬では、神経痛とか筋肉痛の症状に対する効能効果が認められておりますよとあるんですけど、これ神経痛、筋肉痛は医薬品のみになっちゃいます。そうなんですよ。なので、医薬部外品では認められませんので、神経痛、筋肉痛は医薬品のみに認められている効能効果となっちゃいますから、A は誤りとなります。はい、それから B、ビタミンは体内の代謝に重要な働きを担うものであることから、ビタミン製剤の過剰摂取による副作用は認められない。そんなことないですよね。特に、脂溶性ビタミンは過剰症とかあるじゃないですか。もちろん、水溶性ビタミンは過剰症ないんですけど、でも、水溶性ビタミンだからといって取りすぎはですね、やはりよからぬことが出てきてしまいますので、なので、こちらビタミン剤はですね、特に登録販売者のところでは使用性ビタミンは、過剰症があったよというところですね、しっかりと、思い出していただきたいなと思いますので、B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解なので3番が正解でした。はい、ということでここまでいかがだったでしょうか。第3章ですね、今回のところはそこまで多く難しいなというところはないんですけど、ただ、細かい数字とか、ちょっと見落としがちになりやすいようなところがですね、こう例えばさらっと丸の問題だったりするんですけど、まあそのあたりのところもですね、やはり、ちゃんと覚えていないと、こう丸か×かと判断がなかなか難しいので、ぜひぜひですね、解説してないところについてもですね、見落とし、丸の問題ですね、特に丸の問題に関してはですね、大切なところも、ございますので、しっかりとですね、手引きだったりとか参考書読み込むようにしておいてあげてください。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などもお受けしておりますし、あとは、試験の情報などもですね、あとはもう登録販売者になった方用の情報とかもですね、配信しておりますので、ぜひぜひ、ご利用いただければと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。